はい、どうもプロさんです。いや、おお、ということで今日はまあちょっと自分のレベルなんですけど、もっと上の人はもともとめっちゃすごいし、俺なんて全然下っ端なんですけど、過去最高に絞れまして、そして去年の動画見てくれてる人分かると思うんですけど、すごい顔の血色がめっちゃいいんですよ。去年はなんか絞れてるけどやつれてるみたいな、でも今回絞れてるだけなんで、でまあそれに伴って結構やっぱね、減量とか出すと、私も女子の方とか特になんか減量頑張りますみたいな、10キロ落としますみたいな、プロタムさん見習ってみたいな、ちょっとねやっぱ怖いところがあるんで、まあこのうまく絞れた、まあ、あの真似しろってわけじゃないですけど、結構無茶なところもしてるんで、ちょっと参考に、そしてやっぱ過去一絞れると脂肪なくなるから、いかに血色が良くてもめっちゃ辛いんですよ。減量しすぎると、脂肪を削りすぎるとこういう事故起きましたよっていう実体験動画ちょっと手抜きな雑談動画で、なんて許してください。はい、いや、ネタはあるんですよ、ネタはあるんだけど、ネタやる力がない。たまにはこういうまったりもいいかなみたいな感じで、はい、実体験と、あと、あ、こうした方がまあ減量をはかどるなみたいな、まあこういうサプリがいいとかっていう話じゃないですけど、その気持ちの整え方みたいなのもなんかすげえ学べたんで、それもちょっとお話しできればなと思います。じゃあまずどれぐらいちょっと絞れたか、大会5日前で、ちょっとほんとこんな絞れたの初めてで、はい、腹筋とかこのちょっとね、水分めっちゃ飲んじゃったんで、その水分が入っちゃってるんですけど、だから自分の中では結構かなり絞れた方かなと思いますっていうのでね、まあちょっとそれを実体験のことにまったりと、まあラジオ感覚で聞いてほしいなっていうところがあるんで、はい、じゃあ喋っていきたいと思います。はい、ということで減量末期における、なんだろう、とんでもない事故ベスト5ってことで、まあそんなとんでもない事故起きないんだけど言って、はい、じゃあサムネとタイトルでね、ちょっとね、多分ね今がピークなんで、ちょっと編集もねシンプルで、シンプルイズベストでいきたいと思います。まず一つ目、こういうこと起きるんで、まあ、ぜひ気をつけてくださいねっていう、まだ減量したことない人、そしてなんかまあ僕の動画をありがたいことに見て、なんかもう脂肪とことん削ろうかなみたいな人がもしかしたらいるかもしれないんで、こういうこと起きましたっていう実体験をまったりと話すんでね、なんか本当ラジオ感覚で聞いてもらえればなと思います。まず一つ目、減量してない人を敵とみなしてちょっとしたことでイライラするとんでもないよね、マジで。減量が順調に進むと、なんか一般の人間レベルからちょっとどんどんかけ離れていくんですよ。で、なんだろうな、で、自分だけって思っちゃうんですよね、なんかもう減量してるのが。そうすると普通の生活してる人がすごいなんか羨ましいとか、なんでお前減量してないのみたいな思考になっちゃうんですよ。自分で決めたことなんですよね、減量って。だからそもそもすごくないんですよ、こんな減量脂肪削るって。やろうと思えば誰でもできることなのに、過大評価して俺はすごいみたいな、俺は脂肪削ってるぞみんなと違くてみたいな、そういう思考になっちゃうんですよね。でもよく考えたら、ほんと小さい世界でただ脂肪削って何にも社会にも貢献してないんで、ほんとね、それで自慢したり、なんか俺はすごいって思ってる人はね、ほんと恥ずかしいんでね、やめた方がいいと思います。で、自分にも言い聞かせてる、これは。はい。やっぱ感謝の気持ちを忘れないってことは大事です。減量するときは。難しいんですけどね、本当に。誰のおかげでこうやって減量できてんのっていうのを、常にやっぱ心の中で、本当強く思っておかないと、なんか俺だけってなってね、終わった後何も残んないんで、減量って。減量って恐ろしいものなんですよね。そのバキバキの体を得る代わりに。それが一つ目。二つ目、これね、仕事がはかどりすぎるってことで、めちゃめちゃいいんですよ。これ、減量の中期、末期じゃない。中期っていうのは、これすごくて、めちゃめちゃ脳も冴えて、で、朝もめちゃめちゃちょうどよく起きるんですよ。空腹で起きるから、朝の目覚めもいい。そして空腹、若干腹7分目だから、常に6、7分目だから、
その糖があんま回りきってないから頭が冴える。でご飯があんま食べれないから、普通の人より仕事をしようとか食事以外のことに注意向けてなんか熱心になるんですよ。そして減量あるある、これはもう世間でもある。やっぱね、見た目が変わるんで。どうですか僕見た目。なんかありがたいことにイケメンイケメン言ってくれたりね、ごく一部のおじさん。髪型はちょっとまた切りますんで、その動画お楽しみに。はい、髪ちゃんとね、色も染めちゃおうかなっていう。前はオールバックにすんのかどうすんのどうすんのかいってね、今思ってる人いると思うんですよ。大会当日またちょっと決めてくるんで、髪型で髪切る動画ね、またアップするんで、大会直前にお楽しみに。ということで、やっぱね、顔つきがシュッとするからやっぱ好感触ですよね。まああの同性異性問わずやっぱかっこよくなったねみたいな。だから簡単に言えばやっぱモテますよね、減量すると。はい、でもそれもね、中期まで末期になるとどうなるかっていうと、性欲がなくなりますと。なくなるんかいせっかくモテてるのになくなるんかいっていう、これ面白いですよね。なんかもう人生というか、人生ってこういうもんだよねみたいな。求める時になんか離れてって、求めない時にやっぱ寄ってくるみたいな、そういうなんていうの、なんかそういうのありますよね。100だとして3つのパラメーターが総合的に、あの総合的な数字が100だとして、あの食欲の部分が突き抜けて100になっちゃうんですよ。そうするとキャパ的にもう100だからこっち0になるしかないんですよ。今までが33、33、33で100を構成してたと思うんですけど、まあ人はちょっと誤差あると思うんですけど、食欲が強すぎてこっち2つなくなっちゃうんですよ。だから、まあ、睡眠もしたいのに取れない、そして性欲もなくなるっていう新しい人間のその構成が出てくるんですよね。食欲だけ、三大欲求なし、あの第一大欲求の人間の出来上がり。はい、減量末期は。そして減量末期における神秘的なもの、これちょっとベストなんちゃらか分かんないんですけど、すみません。はい、舌が研ぎ澄まされる。ということで、これね、本当やってほしいとは絶対言えないんですけど、ブロッコリー、人参、アスパラガス、さつまいも、かぼちゃ、甘みがすごいんですよ。これね、これ本当食育ってところで、やっぱその学生とか、本当今って冷凍食品とかさ、いろんなジャンクフードとゼロカロリーとか甘味料多いものいっぱいあって、それが美味しい美味しいってなってるけど、やっぱそういうのってもともとないじゃないですか。もともとあるのはやっぱそういう野菜で、やっぱそういう美味しさに気づくべきなんですよね。だから本当ね、食生活が変わります、減量を通じて。まあ俺も説得力ないんですけど、動画で爆食いしちゃったりとか、まあ減量終わったらジャンクとかってやっちゃうんですけど、でも本当に心の底から野菜の甘みを知ってるから、今忘れないし、うわ、なんかこういう風に農家の人たちが育てて、なんかこういう効果があって野菜って生まれてんだなっていう、その食育をたどるっていうの、うん、野菜の甘み、これに気づく。そう、よく減量できるねみたいな。やっぱこういう動画出すとやっぱ DM めっちゃ来るんですよね。ダイエットしたいんですけど、何キロ痩せたいんですけど太っちゃうんですみたいな。うん、で俺が思うに、まあ今の話でまとまっちゃうんですけど、食べ物の性格を知る、うん、食べ物を知るっていうのが一番ダイエットで大事だと思います。例えば野菜食えば痩せるってそれはみんな知ってますけど、例えばかぼちゃの効果効能とか、さつまいもの効果効能とか、根菜の良さとか、あと何アーモンドいいとか言うけど、なんでいいのかとかって、今の人たちって、まあ俺ももちろんね、ゆとり世代でそうなんですけど、てか自分に生かしてる、これはやっぱね、いいから、人がいいって言うからそれ取ってるって言って、自分でいいと思ってないんですよね。人がいいから、人がいいって、世間がいいいい言うから、じゃあそれに波に乗っかって、じゃあいいんだろうなって取っちゃってるから、
絶対そういうのって効果得られないんですよ。ブロッコリーってどういう効果でどういう体に影響をもたらすのかってもう詳しく知っていくんですよ。これねめちゃめちゃ面白いですよ。俺もう趣味が野菜の効果効能を調べるっていうのに変わっちゃってる。これほんとマジでもう履歴見せればもうバーっていろいろ出てくるんですけど、面白いことにそれを知ってからダイエットがすごい順調にいくようになりました。で、分かる人は分かる、あの病気ね、なっちゃって、で、その時は甘味料とか、もうゼロカロリー食えば痩せるでしょとか、ゼロだから痩せるとか、ほら、そのゼロの意味分かってないじゃないですか。ゼロだからもう太んないでしょみたいな、そういう表面上だったからやっぱ、すげえ顔痩せれてたし、去年とかって。体調の良し悪しってあるんですけど、いい時って俺何したかなって思うようにしてるんですよ。食生活何か変えたかなとか、それちょっとした変化。もう自分自身で理解するとすっごい毎日が楽しくなります。自分の体は自分が一番理解できるって言うけど、多分理解できてないと思うんですよ。で、本当にそこまで減量を通じてなんですけど、なった時にあ、じゃあ明日はこういう食生活しようとか、なんか体だるいからじゃあ俺にはこういう食事しようとかって思えてくるんで、うん、だから減量を通じて変わったこと、やっぱ食べ物、食育を知るってことですね。でもまあ食事ってまあ難しいですよね。まあ1日5食とってるんですけど、俺は YouTuber っていう楽な仕事だから時間ね、とらわれずこうやってアップできたりするんですけど、あれあれなんだこれ、あれプロテイン、うん、プロタンプロテインですってっていうので、はい、まあちょっと宣伝なんですけど、あからさまに、まあ、プロイズムっていう、まあ、アパレルっていうか物販のブランドをやってまして、そこで作ってるプロテインです。これね、俺あんま自分の商品ってそのあんま大げさに宣伝しないんですよ。やっぱアパレルとかもやってるんですけど、これなんか来たり、なんか人のね、知り合いとかの筋トレ千葉さんのブランドを来たりしてるのが多いんですけど、でもこのプロテインだけはちょっとね自信ある。まあ、確かに甘味料ちょっと使ってるんですけど、これ他のプロテインとちょっと違うのは、リアルの粉末入れてるんですよ。これいちご味なんですけど、本当の本物のいちごの粉末使ってるから、あのね、いろんなプロテイン飲んできたけど、本当リアルにトップ3には絶対入る。めちゃめちゃ美味しいです。やっぱ食べ物から越したことないですけど、難しくなってくると思うんで、やっぱ料理とかずっとしなきゃいけないし、そしたらね、プロテインぜひおすすめなんで買ってみてください。でもしプロテイン悩んでる人いたら、プロタンプロテイン、はい、でリアルの粉末使ってるから、甘味料もね、あの市販のよりあのかなり少なくなってるんで、体にもまあそんなめちゃめちゃ健康的かって言ったら、やっぱ甘味料入ってるから、まあ、決してね、そこは俺病気になってるから言えないんですけど、はい、でもまあそのなるべく優しいプロテインで、これね、ほんと甘みがリアルなんで、やるじゃないか、甘々しくないんですよ。で、抹茶とココアも出てるんで、で抹茶もすごい人気なんでね、ちょっと宣伝になっちゃいましたけど、もし興味ある方は概要欄から買ってみてください。まあ減量終わったらね、いろいろまた日常に戻って、うん、なんてことないまた日常を繰り返されるんで、今だけちょっと特別かなっていう。だから過大評価せずにね、俺はなんかすげえことやってるとかってやっぱ思っちゃう自分もいるんで、そこを抑え込んで、やっぱ、うん、できてる環境に感謝して、なんか皆さんもね、やっぱイライラしたりとかあると思うんですけど、減量してる人、うん、大したことしてないですからね。ただ脂肪削ってるだけで誰の助けにもなってないし、まあそこまでちょっと自分も悲しくなっちゃうんですけど、うん、大したことしてないです。あの目を向けるとやっぱこうなっちゃうから、減量って危ないですよっていうところだけちょっとね、自分にも言い聞かせて、これちょっと伝えたいなと思うの思ったんで、まあ、ぜひこれからダイエット減量する人、今言ったのちょっとね、いいこともあれば悪いこともあるんで、参考にしていただければなと思いましたと、はい、ということで、真面目すぎてね、ちょっとうん、なんかつまんないなと思う人がいたんで、ここでじゃあ減量末期ですけど一発ギャグやらせていただきたいと思います。見てください、これ可愛いでしょ、星なんですよ、うん、
うわー、いろんな星がピーリカピリリだと、オリオン座で、うわ、なんだあれは北極星で、なんかブラックホール2つ。まあまあ、こういうレベルなんですね、だから。はい。ということで、まあ、よかったと思う人は、高評価で、はい、よろしくお願いします。まあ、今つまんなかったなと思う人は、まあちょっと、また明日から頑張ってください。